さんこんにちは。星稜吹奏楽部です。本日は足元が悪い中お越しくださり誠にありがとうございます。演奏は25分程度予定しております。短い時間ではありますがどうぞ最後までよろしくお願いいたします。先ほどお送りいたしました曲はエルクンバンチェロでした。この曲は演奏会のみならず野球応援などでもよく演奏される曲として有名です。続いてお送りいたします曲は宝島です。宝島は先ほど演奏したエルクンバンチェロに続き吹奏楽部員に長く愛され続けている曲の一つです。曲中ではサックスやトランペット、そして打楽器が活躍をします。ぜひご注目してお聴きください。それでは
りいたします曲は隣のトトロメドレーです。日本だけにとどまらず世界中で愛されているトトロ、そんなトトロの名曲たちをメドレーでお送りします。かわいい踊りや歌に注目してお聴きください。それではどうぞ。
勇気や元気の出る歌詞、リズムで子どもに大人気な曲となっています。今日は清涼吹奏楽部の歌のお姉さん、お兄さん、元気いっぱいな踊りとともにお送りします。またこの曲からはこの4月に清涼吹奏楽部に入部したばかりの新入部員を入れての演奏となります。新体制となった清涼吹奏楽部の演奏をお楽しみください。それではどうぞ。続いてお送りいたします曲は宮踊りです。毎年富士宮市の夏祭りで踊られているこの曲を今回は吹奏楽バージョンでお送りいたします。部員のダンスにもご注目してお聴きください。それではどうぞ。Thank you.
様、改めまして本日はお聞きいただきありがとうございました。私たちは男子25名、女子56名の合計81名で毎日元気に活動しています。今年に入りコロナ禍も随分落ち着き、外部での演奏に出演させていただく機会も増え、部員一同大変嬉しく思います。次で最後の曲となりますが、今回は同じく清涼中学校高等学校のチアリーダー部さんとコラボさせていただきます。チアリーダー部の皆さんお願いします。ぜひお楽しみください。それではユーロビート